を見ててもお客さんがついてて、最近あの車離れがどうこのこうのって聞きますけど、いや元気なもんだなと思ってあの拝見しました。いろんな新しい車が見れるということで友達に誘われてちょっと来たんですけども、いろんな車が見れて楽しかったです。後ろ見えるかな。すげえ。だんだん人がいっぱい見えてきたんですよ。うわすげえ。安定しててすごい、なんかもうザ SUV みたいな感じがしました。これはね、交点流れ行ったら追加 V 勝ちです。おでね、これからここが光るんで脱出しやすいんですよ。なるほど。世界2位と3位と過去にも世界大会に出場して、やっぱ走りがとても良かったで、テストしてみたらちょっと背の高い CHR が一番短い距離で一番内側で止まっています。頑張ってる僕ちゃんも頑張って回してますね。まあそして一心不乱に下を見ながらやってる回してるお子さんもいらっしゃいますが、黄色1位ゴール赤が2位FM 横浜ザ・モーターウィークリースペシャルトークショー、皆さんお越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。実際にあの皆さんもあのちょっとミニクロスオーバー見に来たよ、見たよっていう方あいらっしゃいますね。1枚は何だったんですか。これ318i ラクシャリーですね、はいはいはい。まあ、1年間でいろんなモデル乗りますが、はい、これおすすめの理由は何だったんですか。まずおすすめ、自信を持ってするからには自分が買える範囲という前提で、はい、考えました、はい。僕はあのロールスロイスのドーンというあの車にしたんですけれども、おすすめの理由は、まあ、そもそもだいぶズーズーしい企画なんで、この E クラスでも400ならあの S クラスっぽいというか、あの形もそうなんですけども、乗ってみてもこのモデルだけ V6 エンジンですし、僕はあのアバルトの124スパイダーを選んだんですよ。本当に全天候型というか、その憧れの1台ですね、これはね。今回おすすめする、私が V90 出してきたんですけれども、これはあの木目のパネルのあしらい方とか、本当にね、あの北欧ならではの、はい、今日の中から1台ピックアップして、はい、PR していただくとしたらどれでしょう。ですね、やっぱりあのロードスターの RF、RF、はい、これはあの車好きにはたまらないですね。4月に発表したあそこだアップですね、はい。今週、先週間の先週木曜日ですが、アップデートをしたゴルフ西エジャパンはイタリア車とアメリカ車どちらも両方売っているんですけれども、今回は124スパイダーアバルトですね。じゃんけんぽい。はい、まず決まり。今日はワゴン R、はい、スイフト、はい、両方とも最新モデルですね、はい、そうですね、はいはい、新しいモデルもやっぱり走りっていう部分では大きなファクターとして捉えてます。プリウスはちょっとやっぱり半歩先ぐらい行っててほしいっていうところで、はい、それを考えるとこの PHV が、はい、あのなんか今は本命なのかな、プリウスらしいのかなって。そうですか。はい、日々あの楽しく乗れるように仕立てってはいるものの、オフロードの性能はしっかり確保しているので楽しみにしていてくださいと胸を張って言ってらっしゃったのは印象的でした。コルボ V90R デザインご使用の八木田様。